フォルツァスタイル編集長の星間です。今日はですねフランク・ミューラーウォッチランド東京に来ておりまして、今スペシャルな特別ゲストをお待ちしております。もう間もなく来ると思うんですが、あ、こんにちは。こんにちは。ご無沙汰しております。すいません。どうもどうも。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。フランクのこの銀座の店は多分初めてですね。あ、初めてなんですね。初めてだと思う。もう最近自分が何やったか自信がない。いやいやいや。ここはあの一応一番品揃えが多い。どう見てもそうだね。そうなんですよね。ここはもういわゆるフラグシップショップ。うん、そうですね。はい。ここほら、30th anniversary、30周年。はい、30周年、そうなんですよね。そうか、はい、1992年。まあ、フランク自体はもうちょっと前から多分活動してて、あの独立時計師みたいな感じでね、そうですね、活動してた時代だったけど、こうブランドとして、はい、で最初に日本にできたんだもんね。そうですね。国外最初のあれが1号店、うん、はい、日本ですもんね。はい、そうですね。それから30年だよ、星。はい、ということでその辺も今日深掘りして年取るわけだよ。じゃ早速、はいはい、お話を聞かせてください、ぜひ。改めて特別ゲストをご紹介したいと思います。評論家の山田五郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ねえ、ごどどね、これごついのが並んでるよ、ほしい。他じゃ見られないものがあっております。ちょっとそうなんですよ、ね、ちょっと嬉しかったよ。ね、五郎さんはこの機械式時計大全、ね、うん、書かれてますし、うん、もう長年機械式時計のこう、うん、世界を見てこられてるので、うん、どういうようなこうイメージをこのフランク・ミューラーに対してお持ちなのかなっていうのをちょっと伺ってみたいなと思って、プロの意見っていうのをちょっと聞きたいなと思って今日はお呼び立てしてしまったんですけれど、とんでもないです、いつでも。じゃあこれを読めって話なんですけど、いやいや、実際にお会いしたことっていうのは1回ぐらいかな、あの、そうなんですよ、のショーで、はい、何の役にも立たない豆知識なんだけどさ、いやいや、フランク・ミューラーと俺同い年なんだよ。そうなんですか。1958年生まれなんだよ。なぜそれを知ったかっていうとね、はい、なんかあの仕事なんかもあの人で女性で、ええ、やっぱ同い年の人いるんだよ、はい、でそれがまだあんまりこのフランクが話題になる前にフランクの時計してたの。何年ぐらいですか。30年近く前だと思うよ。30年近く、うんうん、ということは2000、だからこのフランクがブランドとしてちょうど始まった頃だと、1992年と、うん、なるほど、 そんなもん。その頃は珍しかったから、なるほど、珍しい時計してますねなんて言ったら、あのね、母がね、はい、あなたと同じ年に生まれた人が作った時計よって言ってくれたんですって。あ、じゃあお母様からもらったそうそうそう、だからその人も俺と同い年で、何年ですかって言ったら58年だって、1958年だって言うから、あ、そうなんだって言って、すごいですね、それ、うん、その話自体いい話だなと思って。確かにそのお母さんすごいな、フランクの生まれた年知ってたんだと思って。そのお母さんがすごいですね。お母さんすごいですよ、旧家族だから。やっぱり旧家族は違うなと思ったよ。 その時こう見た時の印象ってどういう。いや、その前からあのフランクは捨てて、はい、というのは、あのフランクってやっぱりこう1992年にね、いわゆるフランク・ミューラーっていうブランドとして、はい、幅広く展開して日本にもショップができたわけだけど、その前からさ、はい、いわゆるその独立時計師として、はい、あのバーゼルとかで出品してたわけだよね、はい、その頃まだ多分ね、あの文字盤にはね、フランク・ジュネーブっていう、フランク・ミューラーじゃなくてフランク・ジュネーブっていう名前でやってたと思うよ。今流行っちゃってからのフランク・ミューラーっていうと、今ホッシーがしているようなさ、はい、そういう、まあ、いわゆるトノーカーベックス、はい、この形ですね、うん、まあ、フランク・ミューラー自身はさ、はい、サントレ・カーベックスって呼んでるんだけどさ、サントレ・カーベックスサントレ・カーベックスって、まあ、こういう、まあ、ちょっと樽型の、で腕の湾曲に沿ってカーブした、このケースの時計、はい、でやるカサブランカとかね、そういうモデルが、はい、いや、もうものすごく売れたから、そのイメージがあるかもしれないんだけれども、はい、独立系の頃からのフランクのイメージはむしろ丸型なんだよ。ラウンドであのベゼルのところにこうギザギザが入った、いわゆるエンパイスタイルっていう、だからはやった時のイメージとちょっと違うんだよ。なるほど。その頃
フランクが最初に売り出したのが、トゥールビヨンなんだよね。まだ独立系だからバーゼルの方に出してて、はい、あんまり腕時計にトゥールビヨンって載せないんですよ。あ、そうなんですか。そうじゃん。だってだってトゥールビヨンって何のための機構よ。え、なんかこのいろんな方向でも時差がこう、なんていうんですか、こう出ないという誤差がね、誤差が出ない、ね、はい、こういうふうに触れてますから、はい、こういう触れるね、はい、振動の中心っていうものがあるわけですよ。振動中心っていうのがね、それが上向くか横向くか下向くかによって、時差が出ちゃう。こう重力のこれがあるから、はい、この触れ方が変わってくるわけだ、はい、だったらこいつ全体に、うん、みんなのネジを回しとけと、はい、そしたらチャラになるだろうっていうのが、うん、トゥールビヨンという機構なわけだよ。なるほど。でだからそれっていうのは、はい、基本懐中時計の問題なんだよ。懐中時計は一旦ポケットに入れると、はい、例えば6時位置が下になったら、うん、ずっと6時位置下になったまんまでしょ。そうですね、はい、だからその誤差が蓄積して、はい、出てくるわけだよ。だけど腕時計って年がら年中動いてんじゃん。動いてますね。はい、そうですね。だったらトゥールビヨンいらねえんじゃねえかっていうのが、それはもう基本的な考え方なんですよ。なるほど。だからあんまりトゥールビヨンを腕時計に乗せるということはしてこなかった。手間かかることだね。じゃあそもそもそこに腕時計の、その機械式の歴史が入ってるわけなんですね。歴史が入ってる。なるほど。それを腕時計に乗せようと、はい、めんどくさいからね。あの腕時計乗せば小さくしなきゃいけないからですし、うん、そうですよね、大変だから。それが1個と、はい、あと今もうみんな当たり前になってるんだけど、はい、ここいうところにあるトゥールビヨンとかもさ、全部文字盤側から見えるでしょ。そうですね。トゥールビヨンって基本的に外から見えない機構だったわけだよ、はい、外から見える必要がないわけじゃん。補正機構なわけだから、はい、それを勝手に中、勝手に中で補正してればいい、いいだけの、まあ、そうですよね、話でしょ、はい、だから昔の懐中時計のトゥールビヨン乗ってるやつとかって文字盤側から見えないですよ。でフランクはそれをやったの。だからね、誤差補正だったらね、はい、そもそも腕時計にいらないだろうと。なるほど。でこの技術、うん、これを見せると、うん、これが一つの魅力につながるんだと。こう要するに、まあ、平たく言っちゃえば、うん、面白いだろだってっていう、うん、なるほどなるほど、すごいでしょと、うん、見てて飽きないでしょと。確かに、うん、このね、トゥールビヨンをある意味のエンターテインメントにしたっていうのが、それがフランク・ミュラー、フランク・ミュラーの、まあ、最初の大きな功績だと俺は思ってるんだよね。なるほどね。あそこは五郎さんに今聞いてすごいなんか納得しました。あ、そういうことなんですね。それがこの一番最初はトゥールビヨンってことなんですね。まあ、最初はトゥールビヨンね、うん、トゥールビヨンだけじゃないよ。ほぼ全部の複雑機構あると思うよ、フランク・ミュラー、うん、ここにトゥールビヨン行くとかなんだけど、全部違うぜこれ、うん、そうですね。これは何ですか。これはね、最近の流行り、これなんだよ。あ、そうなんですか。こういうなんか俺時計の SUV って呼んでんだけど、はい、時計の SUV、 はい、ヴァンガード、ヴァンガードだね。これトゥールビヨンだけど、はい、これオフセットトゥールビヨンって言って、こう天板の、はい、天板のど真ん中で同軸で回転していくんじゃなくて、はい、天板はこうなりながらこう、はい、回ってますね。回ってるでしょ。はい、確かに、うん、で世間はね、そういうのはね、カルーセルだっていう人がいるんだけどね。カルーセル、うん、カルーセルってまたトゥールビヨンと全く同じ目的の機構があるんだけど、はい、そこじゃねえんだよ。オフセットでもトゥールビヨンはトゥールビヨンなんだよ。カルーセルはカルーセルなんで、詳しくはそれ読んでくれ。なるほどこれオフセットのトゥールビヨンでしょ。なるほど、はい、でさ、あとこれなんかは、はい、これギガトゥールビヨンって言って、ギガトゥールビヨン、何かが大きいんですかこれ。トゥールビヨンがでかいよ。確かに他と比べてみ、でかいだろ、桁違いに。そうですね、めちゃめちゃ大きいですね。でも大きいと、うん、大きい方が安そうですよね。そんなことないんですか。またこれ素人あれですか。何言ってんだよ。なんか小さい方が高い気がするじゃないですか、うん、なんかそれは大間違いだよ。あ、そうなんですね。何がじゃああれなんですか。でかいとエネルギー食うんだよ、はい、ほうほうほう。そうですね、大きい、重いから。確かに重いもん動かすわけだから。確かに。だからゼンマイが食うんだよ、はい、ゼンマイ。うーん、なるほど。マジやガソリン食うんだよ。うん、燃費が悪いんだよ。そうですね、うんうん、なるほど。まして、はい、トゥールビヨンってやつは、はい、こいつをこう動かすだけじゃなくって、はい、この全体を、他のも動かさなくちゃいけないってことですね。このケージごと回していくわけだよ。なるほどなるほど。ケージがまあまあ重いんだよ。小さい方が高いっていうイメージで僕言ってしまったんですけど、
ぱ全然違うんですね、うん、まあ、ちょっと高い安いはいろいろ理由があるけれども、この場合は天板は大きい方がいい。なるほど。相当にこれエネルギー食うから、はい、ここがゼンマイ、これダブルになって、しかも裏表だから4つ入ってるんじゃないか、はい、これ4つなんですね、うん、なるほど。それだけ動力が必要ってことですね。動力食うってことですよね。なるほど。これはさ、だからあの、うん、さっきのトゥールビヨンって腕時計で意味ねえじゃんっていう話があるわけじゃん、はい、懐中時計の話、ね、懐中時計みたいに同じ方向にねずっとあるからだと、はい、腕時計は動くから、うん、だったら全方向に回したのやないかっていう、うん、それしたらもう狂わないでしょという全方向に、まあ、腕がどっち向いとっても全方向回っとるねっていう、どういう体勢取ってても大丈夫、どういう体勢取ってても大丈夫、ね、極論宇宙行っても大丈夫、ね、大丈夫だね。まあ、宇宙重力ないから、そうですね、重力は意味ないんだけど、ね、確かにそれこそ意味なくなっちゃうそれこそ意味ないんだけど、ね、確かにそうです ね、はい、これなんてもうすごいですよ、もうトゥールビヨン入っててさ、でこれ多分これクロノグラフもスプリットセコンドクロノグラフ分かれちゃうやつですね、うん、はい、やつですよね。これクロノグラフ動かせばまたエネルギー食うしさ、確かに、またこれマスターバンカーと同じ3時間帯が入ってて、そうするとどん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 大きくなっちゃいますよね。大きくなるね、うん、これまたどれだけ大きく しすぎないように作るかですよね。難しいところですね。難しいところです。大きく ならざるを得ないんですけど、それをいかにその中に腕時計が入れるかっていう、うん、これもうものすごい値段ですね。永久カレンダーもついてるし、近時差表示が入ってるね。しかも自動巻きで、しかもマイクロローターで、どういうことなんですか。つまりあのエネルギーをむちゃくの手で巻かなくても、このローターで負ける動力でこの全部が動くんだよ。まあこういう時計を作れるマスターオブコンプリケーションなんですよ。フランク・ミューラーとはフランク・ミューラーとはね、今書いてあるか知らないけどさ、はい、昔はさ、後ろにフランク・ミューラーって書いてさ、マスターオブコンプリケーションって書いてなかったか、はい、これ今でも書いてあるじゃん。あ、書いてありますね、はい、うん、必ずだから、フランク・ミューラーマスターオブコンプリケーション、コンプリケーションのマスターだということですね、うん、複雑機構のマスターだっていうことを、これをもうずっとそのモットーにしてるんだよね。すごい、もう間違いなくそのコンプリケーション作るのは得意なんだもん、今でも。時計師は皆さんその技術の競い合いなんですかね。新しいことだけじゃなくてさ、失われた技術の方がむしろ多いわけ。あの昔の職人はできたけど、はい、今の職人はできないっていうことが多いわけの方が多いの、今はむしろ。あ、そうなんですね。複雑なことよりも単純な方が難しいんだよ、はい、それどうしてですか。複雑な機能を複雑な機構でやるのは簡単なんだよ。複雑な機能をシンプルな逆に機構でやることがの方が難しくて、そして機械は機能が同じだったらシンプルな方が偉いんだよ。なぜならシンプルな方がまずエネルギー、さっきの話だけど少なくて済むと、エネルギーどんどん食わない、から故障が少ない、なるほど、修理が簡単、こんだけのものを入れて、どれだけ操作を簡単にするかとか、ね、小さくするかとか、そういうことがはるかに難しいの。ただ単に複雑な機構を作ることよりも、それを どれだけそぎ落とせるかとか、それをどれだけ故障しにくくするかとか。あとフランクで言うと、はい、こっちあるんですか。代表例だと、はい、でマスターバンカーとかそうだと思う。あ、これですか、うん、3つの時刻が表示、そう、3つの時刻表示がある時計なんて、まあ、こいつなんだけど、はい、なんぼでもあるやんってあるんだけど、これは、はい、普通はね、はい、普通こういう第二時刻帯、第三時刻帯があると、はいはい、この辺に落ち着いてるよ、うんうん、確かに、うん、それぞれの時間を合わせる、時計の時間を合わせるときにそのポッチをして、はいはい、合わせていきますよね。合わせる、ないでしょ。確かに、これ1個だけですね。リューズ1個だけなの、はい、このリューズ1個で、はい、これ全部変えられるって。変えられる。あ、で普通さ、はい、時差を表せばいいからさ、はい、分は動かなくていいんだよ、はい、時だけ1時間ずつじゃん時差。そうですね、はい、これ分身まで全部動く。だからリューズでできるから、はい、分身まで、分表示までバラバラにできる3つ。
へえ。見た目よりも、はい、とんでもないことになってる。見た目よりもはるかにすごいのこの時計は。中身を聞けば聞くほど恐ろしいですね。もし見る人がこれ見たらね、はい、あれって思うんだよ。確かに今五郎さんに説明されて、普通この複数時間帯表示、分身は全部同じ場所にあるんだよ。バラバラやんって、はい、なんでって思うわけだよ。見るべし、見るべき場所が違いますね。で次に、はい、この、 サブダイヤル側の、はい、時刻を調整する他のボタンがどこにもないから、うん、どうやって合わせるのってなる。なりますよね。なる。これはすごい難しいことをやってるんだよ、はい、実は。面白い。これはフランクにしかできなかった機構だと思う。だから俺これはフランクの本当の凄さっていうのが現れてるのはこれだと思ってる。へえ、なるほど。ちなみにこれで363万円です、ね、買いだ、買いでしょ、はい。こんなにすごいのにすごそうに見えないから、いやーこれすごいびっくりしました今聞いて。これめちゃお買い得なんですよ実は。なるほど、すごいですね皆さん、うん、買った方がいいですねこれ。でもまたほらそのすごさを言うのに 今ぐらい説明しなきゃいけないじゃん確かに。そうするともういやでもこの動画を見られた方は飲み屋でさみんないないじゃん話終わった頃ぐらいにいやでも分かる人には分かる。あ、これはすごいですね。すごいんだよその機構。面白いわ。多分もちろん特許取ってると思うんだけど、うん、これまずいね。マスターバンカー売れちゃうかもしれないね。これ俺ね、ていうか隠れ名品だと思ってるんだよ。なるほど、うん、いや今僕欲しくなりましたもんこれ聞いて、うん、でしかもそれゴールドでしょ。そうですね、ゴールドでその値段でしょ、はい、買いだよっていうことですよね、うん、なんかむちゃくちゃ欲しくなりますよね、うん、五郎さんに言われると。いや俺も今ちょっと欲しくなっちゃったもん自分で言っててなるほどね。あと例えばさ、あれ、はい、今それクレジ、はい、クレジアワーズですね。クレジアワーズもさ、はい、クレジアワーズっていうのはあの時間が飛ぶのね、ちゃんと 1,2,3,4 って順番になってなくて、ね、なってないですもんねこれはね、うん、はい、これもそうですけど、時刻を示す短信が、うん、8時とかに来てた、次は9時になるとここまで飛んだりするんだよね、ピョンってね、で次10時になると今度ここまで10時までピョンって飛ぶっていうやつなんだけど、これもさあるんだよね、似てる感じのやつなんだけど、はい、飛び方違う。飛び方が違う、うん、どう違うんですか。飛び方がいい。飛び方がいい、うん、じゃああれですね、あの車のこのドアのこの剛性みたいなもんで、うん、いい車乗るとガッチャってこうなるじゃないですか、うん、あれみたいなもんですか。ああいう感じ、ああいう感じ。なるほど、うん、これは例えやすいと思う。あのいろんなところであるから、あのいいやつ特有の感触飛び方があるんですね、こういう、うん、はい、どんなものでもいいやつ特有の感触ってあるじゃん。ありますね、はい、あるんだよ。うーん、面白い。いろいろ理由はあると思うよ、まあ、それが仕上げなのか、うん、本当に、うん、細かさなのかっていう、うん、なるほどね。そういうところに魅力がある。本当はね、星ベガス好きなんだろ。これベガス好きなのは、うん、それはもう単純にくるくる回っていろいろ使えるからっていうだけなんですけど。何使うんだよ。いやいや、なんかこうあのまた飲み屋で、飲み屋でっていう、モテようっていう、いやモテようっていうか、これまあくるくる回るから黒か赤かって決めてってこと言って、それでこう回るから楽しい、黒だったらって、はい、まあそれを言ってんだろ。いやいや違います、それは僕がレオンやってた時のレオンのネタだったんですけどでこれを売ってたって話なんですけど、いや あとこれモテるだろ。その心は何でですか。これシークレットでしょ。はい、そうですね、シークレットなんです。このシークレットっていうのは、はい、ずっと12時で、これは普段はずっと12時00分になってるんですね、うん、で時間知りたい時に押すと時間が出るっていう、その時間にピッとこの針がいってまた12時に戻る。そうですね、もう12時でずっとこの人時計狂っちゃってるんじゃないかみたいな、うん、止まっちゃってるやつですね、 こういう、はい、その場で分かりやすい、はいはい、すごさはモテるやつ、モテ時計だよね。これはそうだと思います、ね、これモテますよね、はい、なんで12時なのみたいな、はい、あれがあってさ、シンデレラが帰る時間でとかなんかわけのわかんないこと言うんだろでもこういうユニークな時計を作ってるっていうのも僕フランクミューラーの魅力だなというふうに、ね、遊び心がある、はい、遊び心っていうのこういうの、うん、ね、でもその遊び心の 裏の背景にはこれだけの技術力があって、あるで、しかもそれをさっきのね、このマスターバッカーみたいにシンプルに削ぎ落としていった時っていうのは、それができるって相当すごいですね、あれ、まあフランクって、まあでも
あんまりその難しいこと考えないでね、はい、こういう遊び心を楽しむ時計っていう側面もあるから、はい、もう、ね、そういうとこ楽しんでもらえればいいと思うんだけど、ね、まあ、極端な話さ、正確な時間知るんだったらさ、はい、スマホありゃいいじゃん。言っちゃいました。まあまあそうですよね。だって GPS で一番正確な時間、間違いないですね。言ってくれるよ。間違いないですね。うん、はい、だけど1億4千万も払ってさ、腕時計買うのはさ、はい、その腕時計が刻んでくれる時間が、まあ、楽しいもんだからでしょ。まあ見てたら楽しくなりますけどね。時間が楽しくなるでしょ。はい、そうですね。そのためだと思うよ。クレジとかだってさ、はい、55分ぐらいになるとウキウキしてくるもん。もうすぐ飛ぶぞ飛ぶぞって。なるほどね。確かにそこはそうですよね。見てたらだからやっぱりこう腕で時計をすることで、なんとか時間から自由になるし、時間が過ぎるのが楽しくなるじゃないですか。確かにめちゃくちゃいい言葉ですね。それでいいこと言ってますか。いい言葉だなと思って、また勉強になりました。ありがとうございました。いやもう複雑機構のそのトゥールビヨンの話から、先ほどねマスターバンカーとか、クレイジーアワーズとか、まあ、フランク・ミューラーの世界観、全部通してものすごい理解度が、僕今まで理解してたのが浅すぎたなと思って、今日はすごい反省になりました。でもすごい面白かったですし、おかげで仮の時計も分かりました。はい、だから俺もちょっと今思ってるな。じゃあこの後は、はい、少し悩んでいただいて、はい、視聴者の皆さんもですね、このフランク・ミューラーウォッチランド東京来ていただいて、ここには、たくさん本当にフランク・ミューラーのいい時計が揃ってます。すごいあるね。ここやっぱり一番揃ってんね。はい、揃ってます。あとクストスとかもあるって。そうなんですね。バックサンドストラウスもあるって。なので皆さん、ここで大いに悩んでいただければと思います、はい、ということで、山田五郎さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。とっても楽しかったです、時計ってほら、よく俺たちの世界でさ、はい、時計好きには時間にルーズな人が多いって言うじゃん。あ、そうなんですか。逆にですか。逆に、はい、これ時計好き集まると必ず出る話なんだけどさ、はい、これもう意見の一致を見たんだよ、はい、怖いのはね、遅刻することじゃないんだよ。何ですか。どれだけ遅れてるか分かんないことなんだよ。今俺は5分遅刻してるのか、はいはい、30分遅刻してるのかが分かんないと怖いの。入ってくときに5分遅れて入ってく入り方と30分遅れて入る入り方とは違うでしょ。まあ、違いますよね。だいぶ時計があると分かるわけ、はい、うん、俺は今遅刻してると、はい、今5分遅れてるなと。あ、分かりますね、はい、うん、遅れてるんだよ、はい、そしたら5分遅れた顔して入っていけばいいだけ。入ってきますね、はい、入っていけばいいだけの話だから、安心なの、はい、だからこれをまた逆の言葉で言うとよ、はいはい、時計があるからこそね、うんうん、人は時間から自由になれるの、めちゃくちゃ難しいですね。難しいですか。時計があるから時間、いや時計なしだとね、あ、逆に不安になるってことか。不安なんだよ。確かに確かにそうですね。もう何時間やってるこれみたいな。あ、なるほどね。ずっと行っちゃいますもんね、好きすぎて、うん、時計が正確だからこそ、はい、人は時間にから自由になれるっていう部分ってあると思うのよ。うーん、そういうの結構フランク知ってると思うんだよ。ああ、ま、時の哲学者って言い方してますもんね、うん、で、そういう、ね、楽しい時間を作ってくれと、うん、